はい、どうも、ゆっきーでーす。今日はですね、なんと、小映え。一応、クモさん。最近、捕獲しました。クモ。クモの餌となる小映えをアマゾンから注文しましたので、それが届きましたので、開封していきたいと思います。小映え、小映え。ちなみに50匹で1000円ぐらい。じゃーん、おでけー、うわーすげー、ほら小バエちゃん。ちなみにこいつらフライトレス症状バエと言いまして、まあ飛べない症状バエとなっております。まあ遺伝子操作で飛べなくなってるんですね。なので、歩くことしかできません。ちなみにこれ、これ餌ですね。この下の部分が餌。で、これが捕まる場所で。で、勝手にここで増えてくれるらしいんで、ここに、これで常温で放置しとくだけで勝手に増えてくるらしい。これ50匹以上いるだろ、絶対。説明を見ます。トリニド症状映え、プラコン入り、過去生体で500円で、送料込めると1250円となってます。ね。1250円。なっております。それではですね、早速、こちらにいる、クモちゃんに、与えてみたいと思いますが、これあれや。でもこれバーンって叩くと、こう、ほら。蓋にいるやつが全部落ちるんですよ。で、登ってくる、登ってくる。すげえ登ってくる。こいつらめちゃくちゃ登ってくる。ひえ、脱走しそうで怖い。まあ、脱走しても飛ばないんで、まあ、捕獲できるってできる。ボン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 ってやってると、まあ登ってくるな。でね、勝手に卵をね産みつけるんで、勝手に増えるらしいです。どうやろうかなこれな。こうやってら出てこねえか。こう定期的にこうやって叩きつけて。うわ、これ大変だこれ。すげえ登ってくる。縁を。で、このスポイトで、ダイソーで売ってた、これスポイトで。あっ、一匹脱走した。あっ、全員殺せんもん。うわぁ、うわぁ、あ、え、漏れてないよね。やると思ったわ。やっと
なんか一匹ぐらい脱走してないか。よし、ちょっと入れました。入れましたよ、一匹。一匹こちら。クモちゃんの餌。になるべく。ね、ちょっと羽が痛んでる。クモちゃん、目がいいんで、こいつ。食べる。お、来たぞ来たぞ来た。スルーした。一匹どこ行ったあれ。これちょっと取るの難しいぞこれ。2匹ぐらい脱走したわ、これ。絶対。絶対脱走した。ああ、でも50匹。50匹以上いそうやけど。まあいいや。とりあえずね。まあ、食うのに多分しばらく時間かかるかもしれない。ということで、ね、こちら、ショウジョウバエを買ってみた。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイビー。